田野畑駅を出た列車は普代駅を越え、海岸線を目指し山あいをひた走ります。いくつものトンネルを越えた後、列車は抜群の景観を誇る大沢橋梁を渡ります。そして高さおよそ30メートルの三陸鉄道の中で最も高い悪化川橋梁に差し掛かります。車窓に映る悪化川には川を登る秋鮭の姿を見ることができました。秋の訪れを感じながら列車は先へと進みます。左手車窓に住宅街が見えてきました。列車は陸中野田駅に到着です。道の駅野田に隣接する陸中野田駅。駅前の噴水の中には人と牛の銅像が。これは塩を運ぶ昔の村人をモチーフにしたもの。この地はソルトロードの愛称のごとく、古くから製塩で栄えた町。ここで作られた塩がこの塩の道を通り、広く東北地方全域に流通していました。陸中野田駅から車で5分のところにある戸府ヶ浦海岸。塩を精製するための海水はここから調達していました。現在もその地に伝わる直煮製塩という方法で昔ながらの塩を作っています。これが昔から野田村で作られ、東北地方一帯に流通していた塩。ミネラルが豊富でほんのり甘みのある塩だそうです。列車は陸中野田駅を後にします。陸中野田駅を出発すると、左手車窓には田園風景が広がります。山間部や海岸線など険しい地形の中を走ることの多い三陸鉄道ですが、ここでは
数少ない田園地帯を走る機動車を目にすることができます。幼い川を渡ると三陸鉄道の旅もいよいよ終わりを迎えます。と1時間20分列車は北リアス線の終着駅久慈駅に到着です。ここ久慈駅では JR 八戸線に接続しています。こちらは貴重な国鉄カラーのキハ48型の車両。八戸線は久慈と八戸を結びます。久慈駅には久慈鉄道事務所があり、北リアス線の運行管理を行っています。久慈は海女と焼き物と琥珀の町として知られ、黒鉛の海女、黒磁焼き、久慈琥珀などの独自の文化が受け継がれています。駅から車で15分のところにある久慈琥珀博物館。ここでは久慈琥珀についてさまざまなことを知ることができます。久慈は我が国有数の琥珀の産出地として古い歴史があり、大正7年頃まで実際に採掘が行われていた坑道跡も見ることができます。太古の世界と今をつなぐ不思議な宝石、そんな琥珀の神秘的な世界を体験することができます。夕日に映える陸中海岸国立公園、さまざまな大自然の絶景を堪能した三陸鉄道の旅も、この海岸の美しい夕景とともに終わりを迎えます。次回もまた素敵な鉄道の旅へとご案内いたします。Thank you.